こんにちは、かちゃんです。今日はクリスマスですね。今日のクリスマスもちょっと寂しく一人でクリスマスになるんですけど、スーパーに行くと色々と美味しそうなチキンとかケーキとかあったので買ってきたので、そしてね、クリスマスのサンタさんの帽子をかぶろうと思ったんだけど、サンタさんの帽子なかったので、作ります。あるんで作ろうかなと思います。どうやって作ればいいかはわかんない。とりあえずちょっと作ってみます。いいや、こうやってね、白い棒もあるんだけど見えないね、壁と一体化してただの三角の帽子になっちゃった。まあいいか。ではね、こちら、ポン。はい、こんな感じでたくさん買ってきました。エビドリア、ローストターキーレッグ、ケーキ4つ、ワインです。普段ですね、本当にお酒飲まないんですけど、これサングリアっていうフルーツたくさん書いてあったので美味しそうかなと思って買ってみました。お酒買うの初めてです。で、これまあ飲めなかったら料理に使いたいと思うので、とりあえず買ってみました。この前のね、キョンクマさん主催の忘年会の時も、僕が乾杯とか言っときながら、僕一人オレンジジュースだったんですよ、あれ本当にお酒普段飲まなくて、買わなくて、この前お酒が大好きなお客様から、お酒苦手でもワインとかもしかしたらそういうの好きなんじゃないって言われたので、甘いの好きな方はワイン好きな人もいるみたいなので、スイーツとも合うからおすすめだよって言われたので、とりあえず買ってみました。ワイングラスとかないので、いつも僕牛乳とか飲むんですけど、それで飲むコップなんですけど、これにちょっと入れてみたいと思います。ケーキとかチョコレートにお酒入ってるのは好きなんですよ、ワインが。ちょっとこういうコップですけど注ぎます。ほんとこんぐらいほとんど入ってないですけど飲んでみます。いただきます。こんなすごいチキン食べれるかな。ティッシュでくるんで、重い。うわー、すごい、危ない。ではいただきます。うん、おいしい。うん、柔らかいですね。これでかいね。甘いタレの味付けのチキンですね。ちょっとワイン飲んでみたいと思います。わー、匂いきついな。でもあんまり好きじゃない。牛乳の方が美味しい。薬みたいな味するわかんない。よし、じゃあドリア食べます。いただきます。うん、ドリア美味しい。いただきます。あー、結構お腹いっぱい。どっちも3分の1ずつぐらいしか食べてないんですけど、あとはね、夜ご飯で食べたいと思います。あんまり食べれないんですよ僕。じゃあね、最後にケーキを食べたいと思います。いちごだね、まずはスタンダードな。いただきます。うん、あっさり軽めのケーキだね。チョコレートも食べれるかも。フルーツとワイン合うって言ってたから一回飲んでみよう。やっぱ無理だ。これ全部料理で使います。はい、じゃあチョコレートいただきます。チョコケーキ美味しい。ごちそうさまでした。美味しかった。めっちゃお腹膨れた。お腹満腹の状態でケーキ2個も食べちゃったから、かなりお腹いっぱいです。やっぱりチキン食べるとクリスマスって感じがしますね。今日はね、たまたま美容室お休みだったんですけど、いざ日曜日お休みってなっても何もすることないですね。まあ一人でこうやってケーキを食べて動画撮影して編集してっていう一日だと思います。せっかくだから一曲おたまトーンでクリスマスソング弾いてみたいと思います。メリークリスマス。